はい、こんにちは、クラウノです。今回からちょっと新しい、シリーズということで、まあちょっと短い動画で、家具を選ぶ際にかな、あるいは作る時でも、デザインする時でも、だからプロでも、コンシューマーの方でも、どっちでも役立つような、まあ、家具の、知識、豆知識っていうのを、簡単にまとめていくシリーズを作っていきたいと思います。題して、あなたはどっち派、まあこっちかこっちかどっち選びますかみたいな、まあそういうふうな括りでやっていきたいなと思います。で、まあ今回は一番最初ということで、椅子でいきたいと思うんですが、縦系の椅子、横系の椅子、あなたはどっち派。はい、縦系横系なんじゃそりゃって話じゃないですか。あのプロの方でももしかしたら結構知らないレベルなんじゃないかなって、あの自分が書いたメモだと、知識としてはプロの80レベルって書いてあるんで、80レベルっていうといわゆる、ゴールドレベルですね。なのでゴールドレベルの、豆知識になります。で、縦系と横系、まあどういうことかっていうと、まあ簡単に言うと椅子の背もたれですね。で、椅子の背もたれって体をもたれかけさせる、でその時受け止めるものなんですけど、それが、縦で構成されているか横で構成されているかっていう違いになります。よくある縦のパターンだと、あのスポークがね、縦にこうなっていたり、あるいは板をそのまま、曲げてこう下までやって、板の前面で縦で押さえるものであったり、で横系のものっていうのは、例えば後ろ足が2本伸びて、上に笠木がこう背中をこう受け止めるための背中、まあこういう感じですね。背中の笠木がある。で、それで横で体を受け止めてくれるパターンと。まあ大抵この椅子っていうのは、あのデザインするとき、もしくは開発するときか、この縦系か横系かっていうところからまずスタート僕はするようにしています。はい。で、まあ、そう、縦系横系でどう違うかっていう話、次に、まあ、させてもらいたいと思うんですが、あのね、結構ね、用途で変わってくるんですよ。あの縦系っていうのは、すごくね、利点としたら、すごくこう上品な所作になるのかな、まあ、カチッとするんですよ。要は腰から背中の、まあ、首の下まで全部受け止めてくれちゃってるんで、逆に言うと、動けないんですよ。動けないって、まあ、こういう動きはできますけど、なんかすごく自由には動けないんですね。なので例えば、ダイニングチェアとか、もうすごく上品でしっかりと、もうナイフフォークじゃないですけど、まあ、姿勢を大事にするお家とかはもう絶対縦系を選んだ方がいいんですよね。あんまり動けなくなるんで、しっちゃくちゃできなくなるんで、もうカチッと押さえて背中を押さえられちゃうっていう、まあ、構造上ってことですけど、っていうことがあります。で、縦系の欠点っていうのは、まあ、逆に言うとそこの、まあ、反面、まあ、窮屈だよねっていう。あんまり動けないから、なんかすごく、お上品にご飯を食べるようなご家庭の椅子ですね、みたいな話で、まあ、逆に窮屈ですね、というところがあります。で、横系の、長所と、まあ、利点というのは、まあ、その逆ですよね。すごく自由です。横系って、まあ、結局、ちょうど腰の後ろって空間何もないんですよ。横ってあのここら辺だけで押さえるので、ちょうど、お尻から、そうだな、背骨の真ん中あたりのところまで下から、ここは空間で何もないので、そして横にこうスライドして動けるので、例えばその馬蹄型の、ザチェアとかね、ああいうのって本当横にすごく動きやすいんですよ。あと腰のあたりが、空間になっているので、もういろんな形を取れるんです、腰が。なのですごく腰を軸にしていろいろ形が動くので、横系っていうのは非常に自由です。で、逆に欠点は、自由すぎちゃって、もうこういう体勢とかも簡単に取れるようになってくるんで、すごくだらしない所作になってしまうっていう欠点があるかな。だから、まあこれって使う方、あの家具選びをされてる方なんかっていうのは、結構すごく大事な最初のその分岐点だと思うんですが、あの椅子を選ぶとき、自分にとってどういうその、椅子を求めてるか。ご飯を食べるときに、出るときに、もう本当お酒飲みながらでも、みんなで談笑しながら、すごく家族で談笑しながらとか、自由に、
なんか多少姿勢とか、そういうのはもう多少もういいから、もう自由にしたいよっていう人か、家はもうきっちり家族でしっかりと上品に食べるんだよっていう人かで、結構その縦系横系っていうのは結構分かれるんじゃないかなと思います。そうだね。例えばご飯屋さんとかに、椅子をデザインしてくださいって、まあオファーがある時、例えばお寿司屋さんとか、フランス料理屋さんとか、まあそういったところで、ここはやっぱり お寿司屋さんとフランス料理屋さん、ちょっとあれだけど、例えば居酒屋とか、まあ居酒屋、うちはあんまり仕事しないけど、でもワイ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 みんなでやるその系のご飯屋さんと、割とその上品で、その高級なところっていうのは縦系横系で結構分けたりしますね。で、まあちなみに、横系ってアームついてた方がもう合理的だっていう話も、まあ一応最後にはしときたいんですけど、横系の椅子って、だったらもうアームつけちゃうよって話があります。どうせなんかこう自由で面白楽しく座って、なんかいろいろ体が自由に動くっていう系の横系って椅子なので、なんて言えばいいんだろうな、例えばその人ってボーンって突き飛ばされると、おっとって手前に出るじゃないですか。ボーンって突き飛ばされると、バランス取ろうとして。だから横系って結構後ろに、体勢が行きがちなので、こういう感じで。でそうなると、手ってある程度こう、体勢をバランス取るためにちょっと前に出がちになるんですよ、こうやると。後ろにこうやって、まあ皆さんもちょっと実験でこういうふうにやってもらったら分かるんですけど、こうなると手がバランス取って、ちょっと前に出しそうになるので、アームでちゃんと押さえてあげると。まあそんな感じで横系、あと横系はね、さっきのレストランの話もしましたけど、横系の椅子ってさっきも言ったように、腰骨、なんて言うんだろう、尾てい骨のあたりから、まあデザインによりますけど、背骨の真ん中近くぐらいまで空間ができますんで、例えば簡単なハンドバッグとか、ここの、腰の後ろに置くような、まあ、簡単にご飯を食べるところだと下に落ちちゃうんですよ。なんでやっぱり縦系にしなきゃとかありますね。なので、まあ縦系横系って結構考えていくと、そこの用途に応じて結構どっちにした方がいいっていうのが出てくるので、まあ今回は第1回目として、どっち派、というタイトル通り、まあ横系か縦系かっていう話をさせてもらいました。作る人とね、まあデザインする人もね、まあプロとして、まあもし万が一ね、知らない方がいたら、ぜひ今後は、縦系横系っていうことも念頭において、販売をしたりデザインをしたりしてみたらいかがでしょうか。まあそんなことで、今回第1回目は、簡単にこんな感じで終わりたいと思います。後々はその、北欧派かイタリア派かとか、まあいろいろなんかちょっと、どっち派っていうのは結構、パッと考えただけでも家具にまつわるもの結構あるので、まあ、短い動画でお伝えしていければいいかなと思います。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。